火星のオデッセイは、スタンリー・ジー・ワインボームによる短編 SF 小説。書出は、ワンダーストーリーズ1934年7月号。ワインボームのデビュー作であり、代表作である。4ヶ月後に続編、夢の谷が出版された。ワインボームの作品のうち、火星を題材にした作品はこの2つのみである。日本語版は、南山博氏のわけで、S。 イマガジン1963年6月号に掲載されたのが書室で、後に同じものが、早川書房、世界 SF 全集31巻に収録された。デイビスとトゥーイールの予定21世紀初頭、人類初の火星探検隊が火星のシンメリウム海に着陸した。隊員の一人、アメリカ人科学者のディック・ジャービスは、予備ロケットで、遠出中にエンジントラブルを起こし、母船、 アレス号から1 3 0 0トル離れた地点で、不時着する羽目に陥る。ジャービスは、火星面の小さい重力を考慮に入れ、徒歩で母船へ帰還することを決意する。砂漠を歩く、彼は、ダチョウに似た生物が触手を持った怪物に襲われている場面に出会う。人工物を身につけているダチョウもどきを知的生物と判断した、彼は、ピストルで怪物を退治して、 ダチョウモドキを助ける。ダチョウモドキとジャービスは、トゥーイールとディックと名乗り合い、砂に図を描いて、太陽系についての認識を確かめ合い、一時は意志が疎通できたかのように思えたが、やはり深い相互理解は困難であった。ジャービスとトゥーイールは、一緒に旅を続け、ピラミッド生物、夢魔獣など火星の奇妙な生物と遭遇する。そしてありのように群居する。 ビアソン型の生物の巣に迷い込んだ二人は彼らを怒らせてしまい、投げやりで武装したビアソンたちに追い詰められてしまう。超躍力に優れたトゥーイールは一人で逃げ去ることも可能なのだが、あえて止まり、ジャービスと共にピストルでビアソンたちに応戦する。弾薬の残量が心細くなってきた頃、母船からの捜査隊が劇的に到着し、ジャービスは救助される。 足でまといのいなくなったトゥイールはどこかへ跳躍して去っていった。ワインボームはこの小説によってたちまち SF 界の長寿になった。アイザック・アシモフによればワインボームの文体は平易であり、また地球外の情景や生命活動のリアリスティックな描写は従来のいかなる小説にも見られなかったものでこの SF を読んだ大衆を熱狂させた。この小説は 業界に爆弾が投げ込まれたかのような効果をもたらし、このたった一編の小説で、ワインボームは、瞬時にして、世界最高の現役 SF 作家と認められ、同時に、当該分野の作家たちのほ、これ以前の異星人は、主人公を助けたり邪魔したりするが、ジェットに過ぎなかった。ワインボームの描き出した生物は、ピラミッド建造者にしろ、ビアソン型生物にしろ、 それぞれ独自の存在理由を持つ。また彼らの論理は人間の論理ではない。人間たちはその行動原理を全く解き明かせない。トゥーイールそのものがジョン・ w キャンベルの目標。人間と同等かそれ以上の思考力を持つが、人間とは違う思考様式の生物を描くべしを満足するおそらく初めての登場人物である。1970年。 アメリカ SF ファンタジー作家協会が SF 短編のオールタイムでの最優秀の投票を行ったところ、火星のオデッセイがアシモフのヤライタルに次いで第2位に入った。選ばれた小説はザ・サイエンス・フィクション・ホール・オブ・フェームボリューム11929-1964に収められている。ラリー・ニーブンは1999年の短編集レインボー・マーズで 火星のオデッセイを数箇所引用している。ありがとうございます。